世界で一番辛い病気、その名も魚鱗癬。病名は腫れた肌が魚の鱗のようなことから由来しています。遺伝子変異で皮膚が薄いため、ちょっとでも外に出ると肌がボロボロに。そして250人に1人がかかっています。治療方法は見つかっていないため、今日も患者は痛みに耐えています。